島の一部の県庁所では津波の観測データが入らなくなり、現在津波の高さがわからない状態となっています。このため東北などではこれまでに観測された7メートルを超える大津波よりさらに大きな津波が押し寄せている恐れがあるということです。また北海道と東北の太平洋沿岸の各地で3メートル以上の大津波を観測しているほか、わからない状態となっています。このため東北などではこれまでに観測された7メートルを超える大津波よりさらに大きな津波が押し寄せている恐れがあるということです。また北海道と東北の太平洋沿岸の各地で3メートル以上の大東北などではこれまでに観測された7メートルを超える大津波よりさらに大きな津波が押し寄せている恐れがあるということです。また北海道と東北の太平洋沿岸の各地で3メートル以上の大津波を